さあ今度は攻守が入れ替わりまして、守るのは関西学院大学です。注目のピッチャーです。背番号19番2年生の坂本安治、ここまで2試合連続の完封勝利を収めているピッチャーです。そしてキャッチャーはキャプテンです、4年生の石井優也。ファーストは智弁和歌山出身です、副キャプテン4年生の佐藤達樹。3年生ながら現状チームの副キャプテンも務めているという小川がセカンド。サードには3年生の山畑陸、そしてショートには昨日も活躍しました今日は3番バッターです、1年生の福谷。レフトには3年生の武田太陽、報徳学園の出身です。センター4年生今日もトップバッターです、松尾雄一郎。ライトは1年生中川、広陵高校出身の選手が守っています。浜中さん、このピッチャーを浜中さんにちょっと見ていただきたかった選手の一人でもあります。注目の選手、はい、140キロ台後半のストレートを中心に、本当にまとまりがある変化球も含めてと、はい、いうピッチャーです。ストレートがね、やっぱそれだけ出たらやっぱ魅力の投手ですね、はい。そして指揮を取るのは本庄正明監督です。逆襲という、ね、チームスローガンを掲げてこの春のリーグ戦に挑んでいるという関西学院大学です。上げ合いということになっています。関西学院大学坂本安治、先ほどはダブルプレーでしっかりとピンチの芽を摘んでいくというシーンがありました。0対0これから3回の表、こちら立命館大学の先発1年生有馬岳もしっかりと投げ込んでいます。打席には7番広島広陵高校出身の1年生中川。これは少しちょっとボールが手につきませんでした。体勢を崩してしまいました。この有馬が去年の夏の甲子園でベスト8に輝きました。バットの先です。セカンドいいダッシュ、一塁に送りました。浜中さん、はい、各野手が一歩目すごく速いですね。本当にこの内野手、まあ、これだけの人数がね、この雨の中集まってくれてますので、はい、そうなんですよね、力になりますよね、これはね。打席には7番1年生の中川。初球を打ち上げてしまいました。セカンド後方です。風はほとんどない。ライトも前に来るがセカンドに任せました。セカンド大崎が抑えた。この二遊間がこのイニングを立ちはだかった。ノーアウト二塁三塁です。迎えるのは強打の桃谷。外のボールだ。うまく弾き返していった。右中間ライトが追いついている。取ったのを確認して三塁ランナー竹内、そしてセカンドランナーもスタートを切る。三塁ランナーがホームに帰ってきました。大きな2点目、立命館大学上げています。そしてセカンドランナーの西村も頭から滑り込んでいきました。三塁を陥れています。周囲を走ってたんで、やっぱり自分がこういないといけないところで無理してしまったんです、僕の場合は。でそれで、投球速な、脱臼をしてしまって手術を3回することになったんですけど、そこで休んどけばよかったかなっていう思いもやっぱあったので、やっぱしっかり治してからの方が僕はいいのかなっていうふうには思いましたね。その時はもうやりたいっていう気持ちはね、もちろんやっぱあるんですけど、自分の経験を生かしてね、まあ、大怪我になるようなことだけは避けてもらいたいですよね、やっぱりね。これからプロ野球でね、やっぱ活躍していく選手だと思うんでね、やっぱりそういったご経験もあるからこそ、その無理するなっていうところをやっぱり強く伝えたいところでもある。気持ちはね、本当に分かるんです。僕もそうだっただけで、それで僕は失敗してしまったんで、はい、だからしっかりとこう、直してしっかりと投げれるようになってからじゃないと、やっぱこのスカウトが見に来た人もいいパフォーマンスできなかったら自分の評価を下げるだけなんでね、そういうところでは直してからの方がいいとは思いますけどもね。ツーアウトまで来ています。高めのボールを見送りました。
終盤の7回の攻防です。ここまで2対2。なんとか振ってほしいという低めの変化球でした。フルカウントまで来ています。お互いに2番手リリーフという系統に入っている互いの投手陣です。ピッチャー返し、グラブに当てて落として拾い直して一塁に送りました。3アウトになっています。この回から上がった2番手の3年生新井豪太、7回の